はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきます。よろしくお願いします。今日はこの武器を使いますね。これ、槍ですね。槍に大砲をつけると、やばいらしいんですよ。なので、ちょっと使ってみようと思います。槍に、スクラビルドの大砲だね。こんな感じで、弾をバシバシ撃つことができます。ただ、充電はめちゃくちゃ必要です。なので、無限にして戦いたいと思います。で、爆発させるので、これ絶対ね、マグロックとかガチロックとか、あと岩ロック、こいつらに、めちゃくちゃ効果あると思うんだよね。OK、ちょっと、充電、マックスにしていきましょう。え、ちょっと待って、こいつ。あー、後ろにあるタイプか。よし、OK。ならば、もう弓で撃て。なるほど。こいつはちょっと戦いにくいタイプだった。でも、大丈夫でしょう。すぐにね、これで、ピヨらせることができるので。こりゃ早いわ。よし。で、こうなったとしても、すぐに、ピヨらせて。いや、これは強い。これ、岩ロック系にめちゃくちゃ強いぞ。ガチロックにももちろん有効でしょう。マグロックも大丈夫だよね。マグロックも確か大丈夫なはず。そう。バカ。ちょっと待て。ちょっと待って。やっぱり、無限にしとかないと、ちょっと使いにくいかな。うん。ゴリゴリ減っていくんで。よし。壊れた？あ、壊れたね。これはやばすぎるね。よし。あー、これだけじゃ倒せんか。いや、倒せるね。いや、こいつにも有効です。マグロックもいけるよね。あーっと。マックスにしときましょう。多分マグロックもいけると思うんだけどな。手ぶっ、いや、ぶっ飛ばせる？せるよね。いける、いけた？あ、いけた、いけた、いけた。で、あとは、登って、攻撃するだけだ。うん。いや、これ、すごいわ。もちろん、雑魚戦にも有効でしょう。あー、これを使うの忘れてた。どう？あ、当たってる当たってる。近寄らせないわ。ちょっと待って。あー、いや、でも、全然いける。最後、ライネルに使ってみましょう。ライネルは、ダメでしょ。あ、でもこれ直接殴るんだよな。ちょっと待って、これ無理無理無理。でも、鎧は破壊できる。鎧は破壊できます。攻撃することはちょっとできないけどね。鎧は破壊できます。いや、でもこれ普通に戦ったらいいわ。うん。まあ、確かに。破壊できるよ。破壊できるけども。よし。おお、なんだこれ。なに、そんな感じになるんだ。よし。いやー、これ厳しい。終わりだ。よーし。ライネルにはあんまり向いてないですね。はい。ということで、今日は、やりたい方を使ってみました。敵によっては、これで無双することができますけども、強敵にはちょっと向いてないかもしれませんね。うん。と、あと、これ耐久力が減っちゃうので、耐久アップの、ステータスをつけた槍を装備した方が良さそうです。
はい、これなかなか面白かったですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。